ここですね。この未知なる宝のキーカードを、まあこのワールドだけじゃなくて他のワールドでも使っていきたいんですけど、出てき次第そろそろね、可能な限り回っていかないと回る機会がなくなっちゃう気がするので、とりあえずコメントで教えていただいたんですけど、結構その中でもアグラバーにあるお宝が重要というか使えるよみたいな、そんな感じだったので、ごまだれー、デジョンって何、ストップ、エアロ、見えるところにいる敵をすべて消し去ります。消し去った敵からブライズが出現しません。失敗することもあります。ほう、なるほど。まあこうやって各ワールドものこの未知なる宝の部屋もチェックできる範囲で、よく言えば全部回れればいいかなとは思っておりますが、さあということで第2回目、さあ何が待ち受けているんでしょうか。ワンダーランドです。ワンダーランド編。おならした。いや、おならじゃないな、おならではないな。おーおーおーおお、びっくりした。そういうギミックもあるんですね。いいねいいね。なんか辛い枝豆っていうか実だな、これじゃあ実ですね、普通に。あらかわいい、あらかわいい、ちょうだいな、ちょうだいな、赤いのちょうだいな。そう、赤いの赤いの。よし、じゃあ開けましょう。よっ、ごまだれー、シンクロキアルグラビデやろ。グラビデがない、グラビデがない、なんということだ。はい、どうもこんにちは。キングダムハーツ The Chain of Memories 28回目やっていきたいと思います。この挨拶を言うのもなんだか久しぶりな気がするんですけど、まあ気のせいってことにしておいて、では先に進んでいきましょう。デスティニーアイランドに今回からいよいよ行くわけでございます。ということでやっていきましょう。ぬるぬると動く空くん、今日もまた一枚のカードを輝かせて旅立っていくんですね。のっけから何言ってるんでしょうね、この人。青い空、白い雲、ちょっと緑っぽい海。俺、おかしくなんかないよな。ここがどこだかちゃんとわかってるもんな。一人で来たんだよね、確か。そうだよ、俺たちの島だよ。ナミネと一緒に遊んだあの島なんだ。おーい、おーい。でかいフォント。あ、みんなじゃん。おお、よー、すっごい久しぶりに見たな、君たち。ねえ、今日は何して遊ぼっか。みんな記憶あるんだね、じゃあ。ソラ君のことを覚えてるもんね。みんな確か、なんすか？俺たちの顔になんかついてるか？これはソラ君が覚えてないって感じかな。輪っかね。FF ね。天だっけ確か。何かついてても気づかないほど鈍いのはあんただけでしょ？言うね。本当のこと言われたから悔しいっすか？そうだ、セルフィーに輪っかにティータだったよな。もう完全に今の会話聞いてなんか言ったような感じがするけど、大丈夫かな。どうした？あ、こっちの話確認だよね。声出して言えば覚えるもんな、英語の単語だって。なんだ、そういうことっすか。ソラはあいつに夢中だもんな。なるほどな、態度も変になるわけだ。違う？
なんか関西弁っぽかったよね、この子確か。そういうこと。うん。探しに行きなよ。でもごっそり後をつけたりして。そらくん真剣だもんな、ある意味。また遊びたいな。でも始まりのキーカード手に入れましたね、ありがとうございます。どんな感じなんだろうな、デスティニーアイランドって。戦うってイメージがあんまりないんだけどね。え、デスティニーアイランド、運命の島、まあ、戦わないよな、さすがに。こんなへ、だってすげえ平和だもん。これ違う、俺の知ってるデスティニーアイランドと違う。ちょっと何もお前らと運命を感じない。ちょっと倒すか、倒します。もったいねー、今の枝豆超欲しかった。うわー、やっちゃったな。あとですね、デッキは今のとこ変更はしてないんですけど、特にこれといった大きな変更はですけど、でもしていきたいですね、そろそろ。入れたい技もあるので、なんだっけ、ラストアルカナムとかあの辺入れたいですよね、やっぱり。あれを入れるには他のカードと組み合わせる必要もあって、確か最大数字6ってなっちゃうので、あれはそう考えると6でも攻撃が最後まで通るように計算してやっぱ使いたいですよね。なのでそれを考えつつデッキを、ようやくエネミーカードの出番が来るかもしれないですが、まあとりあえず倒していきましょう。よーし、倒しましたかね。こんなもんかな。結構ね、赤い枝豆が多いんですよ、ここ。めちゃくちゃ手に入った気がする。そして一箇所だけまだ調べてないところが、あ、ここも調べてないかな。ここ、あれ？あ、そっか、調べました。ごめんなさい。あ、ここになんか仕切りみたいなのがあったんですけど。そうだ、調べたわ。さあ、ということで、今回はね、戦っていきたいんですよ。今回はね、うん、いつもですけど、いつも戦ってますよね、っていうか。ちょっとやだなぁ、この辺。あとコメントでこれを一回使ってみてくれっていうのがあったんですよ。6だもんね。うん。もうちょっと後で考えます。次の扉7になるから嫌ね、嫌です。序盤からそんな高い数字出すの。よし、じゃあここでも倒していきましょうかね。あとちょっとマップ確認したいですね。案外近いですかね。近い。うん。ここですもんね。うん。じゃあイベントも、すぐ見れるんじゃないかな。ということで、やっていきましょう。来たー！来ましたー。さあ、レベル上がりましたー。CP 上げまーす。CP1000 は欲しいですねー。なんとかして1000はそのぐらいは上げておきたいんですけど、じゃあ壊したら先に進むというか、ちょっとちっちゃな冒険してきます。さあ、ということで守られし宝を使いながら2つ目のお部屋なので、一応戻ってきたってことにはなるのですが、ここの敵を倒したので、もういいや、宝箱だけ取ってね。さっさと次の部屋に行ってしまいましょう。たまにはストーリー重視でもいいんじゃないでしょうか。これ大丈夫？ふん、ふん！お、おー、危ない！背中絶対かすってたな、今。さあ、ごまだれージャッジメントですのー、ジャッジメントですの。おお。
なかなかいいカードですね。あ、なんか出た。まさかと思ってやったけど。そしてここがドアだった。うおー倒すか。せっかくなんで倒しましょうか。嘘ー。こんな早く手に入れたよ。一試合目だよ、また。じゃあまた、ちょっとした冒険に出てきまーす。さあ、今度は力なき闇のカードからこんにちはということで、ちょっと言ってることがよくわかりませんが、今度こそ、三つ目のお部屋の方に行きたいと思います。プレミア化、狙っていきましょうか、今度は。よしよしよし。辛い枝豆も多いですね。そろそろ、どっかでお買い物も挟んでいきたいところ。じゃあ敵倒していきましょうか。よーし、倒しました。ということで、いよいよ、どうしようかな。この辺にもなんか、あるんですけど、おそらくここが、導きになってくるのかな。ってなると、もう行っておいてもいいですね。さあ、ということで、イベント、見に行きましょう。こいつ使わないと思うので、あ、2じゃないとダメなんだ。そうか、そうか。2はこいつでいいな、じゃあ。よし。さあ、珍しく、早めの入場です。早めの、このイベント部屋の入場です。始まりのキーカード部屋。リクだ。よーそら、そんなに急いでどこ行くんだ？お前は、そうだ、リク。なんだよ、それ。なんだよ、それ。俺のことを、あ、そうだ、リクか。そうだ、リクだみたいな感じの意味かな。わかんないや。そんなことないって。それよりもう大丈夫なのか？操られてないのか？俺が操られて？何言ってんだ？この世界にいるリクと、向こうの世界、記憶の中の俺？なんだそれ？新しい遊びか？もう神々の遊びだよな、それは。暇を持て余しすぎてるよな。そんなもんかな。そら、いつまでも子供だな。それであいつを守れるのかよ。なあ、あいつって。おー、めっちゃブルッと今。何が起きてるんだ？俺が知るかよ。おう。知らせてくれ。おう、わかった。じゃあ俺は、わかってるって。あいつを守るのがお前の役目だろ。いけ、そら。ポケモンみたいな扱い。このポケモンみたいなやつ。ということで、導きのキーカードを手に入れましたね。思いのほか短いムービーでしたね。もうちょっとあると思った。あわよくば、なんか戦うかなーって思ってたんですけど。では。ではでは。わー逃げよう。もういい。戦います。さあ、ということで、新しい次の扉を開けていきましょう。そろそろ買い物してく？あ、でも7だよな。もうちょっと先がいいよね。じゃあ、守られし宝で、今度は純粋に、ハートレスも倒して進んでいきたいかなと思います。よし。あと一本道だよね。頑張ろう。一本道なので、スムーズに行きたいですね。来ちゃった。宝箱に到達する前にお宝手に入れちゃった。
よっしゃ、わあ、びっくりした。びっくりした。じゃあ、この敵倒したら、とりあえず宝箱だけ開けたら、開けましょうか。でも、せっかくなので。よし、宝箱開けたら、ちょっと、未知なる宝のキーカードもね、使おうかなと思います。さあ、ごまだれー、ごまだれー、ケアル、3、ケアルの3。すっげえ微妙。ちょっと乗ってみようか。なんか手に入るよね。ストップの4か。ある意味こっちの方がレアじゃない？おお、こんなところに。ではまたちょっとした冒険に出てこようと思います。さあ、ということで、またちょっとした旅が終わったので、続きの方を、また進めていこうかなと思うのですが、読んでいこうか。ここはまだ数字に忠実に進んでいけばいいんじゃないかな。よし、倒していこう、敵も。うん、なんとかして手に入れていきたいですからね。未知なる宝のキーカードもまだまだ。さあ、手に入れましたよ。手に入れましたよ。そしてレベルも上がりましたよ。CP ですよ。さあ、またちょっとした旅に出ないといけないんですけど。とりあえずドアの位置確認しとこっか。ここですね。うわあ、びっくりした。君が新しいドアだったんだね。さあ、今度こそ進めていきますよ。ということで、戻ってきたんですけど、まだまだ部屋は多いですね。でも半分は超えてると思うので、まあサクサクっとこの辺はカットしながらやっていこうかなと思います。ほらほらほら、おー、一発目ー、イエーイ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 。また、じゃあ、ちょっとした旅に出てきます。さあ、来ましたよ。来ましたよ。よし、これで、回ることができる。ただグリーンカードがない。グリーンカードのなんとか以上とか出たらもうやばい。そんな状況なんですが、ではここからストーリー重視でもうバンバンバンバーンって進めていきたいかなと思います。緑のカード取っていければいいかなって思うんだけど、あー背中疲れた。まあ捕まった場合はおとなしく戦います。さあ、ちょっと一回使ってみましょうか、これを。一本道のようなので、どうやらね、どうやらというか、うわあ、これは動画的に良くないぞ。来てる。待って、バトル中って、うわ、嘘、マジ？バトル中もこれか。なんかやだなこれ。なんかサムネ的にはかっこいいかもしんないけど、嫌ですね、これは。やだ、気持ち悪い。なんかハートレスがドアップとかで映ると、なんかの手違いで。なんかでも経験値多くないか、やけに。そういう意味では美味しい。あ、もったいない使い方した、今、これは。ポコって叩けば、今倒せたかもしれない。あー、レベル上がった。ちょうどよかった。じゃあ CP で。いいね。次で1000いきますね。そうそう、ここから来たんだよね。
ちょ、もう壁伝い、壁伝い、壁伝い。あ、ここは？何言ってんの？何言ってんの？この子は。ねえよ。そんなねえよ、カード。